皆様おはようございます。本日はお忙しいところ、朝早くからテクニカルブリーフィング、オンプレイ SQL サーバーから Azure SQL への移行の基礎知識にご参加いただきありがとうございます。私、日本マイクロソフト株式会社パートナー事業本部、クラウドソリューションアーキテクト、Azure Data Analytics 担当の福原と申します。本日は一日どうぞよろしくお願いします。 でまずはじめにですね、30分ほどお時間をいただいて、はじめにということでお話をさせていただきます。でこちらのはじめにではですね、今回のオンラインイベントの概要のお話をさせていただいた上でですね、学習用のリソースについてちょっと時間を割いてお話をしたいと思っております。で今回のオンラインイベントの内容なんですけども、今日今はじめにというところです。 この後ですね、9つのテクニカルブリーフィングを用意しております。でブリーフィングではですね、本編約30分と10分間のライブでの QA を予定しております。本編の30分間に関しては、事前録画済みの動画を配信させていただきます。30分の事前録画済みの動画、それから10分間の QA あと5分間の休憩という形で進めさせていただきます。 QA はライブで行いますけども、皆さんからのご質問は QA チャットの方を利用しますで。本編も動画で配信しておりますので、本編再生中もスピーカー、今日はほとんど私なんですけども、私の方、えー、本編動画の再生中もですね、待機しておりますので、 本編再生中もですね、どんどん QA チャットの方にご質問を入れていただければと思います。本編再生中も QA に回答をさせていただきます。で、終わってから10分間はライブの音声での回答という形で進めさせていただきたいと思います。それから QA のチャットにはですね、質問だけではなくてあ、この部分参考になりましたとかですね、この機能をぜひ使ってみたいと思いますといったような感想も入れていただければ非常にありがたいなというふうに思っております。 で本日はですねこれアジェンダの内容を見ていただければ分かる通りですね Azure SQL についてのお話とあと午後の後半はインフラについてのお話になっています。これなぜかというところなんですけども実際にですねあの移行のお話をさせていただくと私はデータアナリティクス担当なんですけども ほとんどがですね、SQL についてのご質問ではなくて、インフラについてのご質問が多いということになります。ですので、今日はですね、1日とってあるんですけども、半分はインフラのお話ということになります。であとちょっと言い忘れましたけども、今日、事前録画済みの動画に関してはいくつか再配信があります。具体的に言うと、4つ目、午後1時の このブリーフィングですね。こちらの Azure SQL と Synapse Analytics Workspace のセキュリティというこちら。こちらとですね、Azure ネットワークの概要というところ。それからですね、Azure Blob Storage 概要とデータ移動共有サービス。この3つに関しては、以前に配信したことのある動画になっております。もしこれ見たことあるよということであればですね、その時間は別の作業に当てていただければと思います。 でですね、今日、ざっくり、今日の内容、前段の SQL の部分、後段のネットワークの部分についてお話をしていきたいと思います。で今日はですね、Azure SQL というものをお話しをします。仮想マシン上の SQL サーバーのお話、それからマイクロソフトのフルマネージドのパースサービスである Azure SQL マネージドインスタンスと Azure SQL データベースのお話、それから Azure SQL Edge のお話をさせていただきます。 で我々ですね基本的にパースをおすすめしますなぜかというとですね皆様の運用をぜひ楽にしていただいてアプリケーションに集中していただきたいと思っているからですただですねほとんどの移行案件に関しては皆様仮想マシン上の SQL サーバーを選ばれる傾向にありますまあこれもろもろの事情があってなんですけどもなのであの皆さんの要件次第でどれを選んでいただいても結構です 今日これからのブリーフィングを聞いていただいて皆さんの要件に一番合うものを選択いただけるようになるというのが今日のゴールというふうに考えていただければと思いますであとインフラの部分に関してはですねコンピューティングそれからストレージネットワーク運用管理についてそれぞれ一つずつブリーフィングを用意していますで先ほど申し上げたように クラウドに移行するんだけども、パースサービスではなくて、仮想マシン上の SQL サーバーを使うということ結構あります。その時に必要になる知識ですね。コンピューティングの知識、ストレージの知識、ネットワークの知識、運用管理の知識というのをぜひ、こちらの方で習得をいただければと思います。あとですね、そもそもなぜ今、SQL サーバーの移行に関する オンンラインセミナーを実施しているかということなんですけども実は来年の7月12日に SQL Server2012 の延長サポートが終了しますでもう1年ありませんでこの SQL Server2012 の延長サポート終了に関してですね実は、えっと、7月15日に発表がありましたこの発表はですね7月15-16日に実施された マイクロソフトエインスパイア2021というパートナーの皆様向けのオンラインイベントで発表になったものになります。具体的に何かというと、SQL Server 2012の延長サポートは終了するんですけども、Azure 上で稼働している SQL Server 2012については、延長サポート終了後、プラス3年間無償で セキュリティ更新プログラムを提供しますということを発表しています。で、こちらの発表はですね、Windows Server 2012にも適用されます。Windows Server 2012のサポート終了がですね、2023年の10月10日に予定されております。ここから3年間、Windows Server 2012に関しても、 Azure 上で稼働していれば3年間セキュリティ更新プログラムを提供するという内容になっています。さらにですね、Windows Server 2008、SQL Server 2008についてはすでに延長サポート終了しているんですけどもこちらに関して、Azure 上で稼働している Windows Server 2008、SQL Server 2008に関しては3年間のセキュリティ更新プログラムを 無償で提供しますということをすでにやってるんですけどもこれをさらに1年延長しますよという発表が行われましたつまりですねエンドオブサポートに対する対策として Azure 上にオンプレミスの SQL Server 2008や2012を移行するという選択肢がありますでこの選択肢に対する準備をですね ぜひパートナーの皆さんにしていただいてエンドユーザー様からの問い合わせに対応していただければなというふうに思っております。で、そのために今回のセミナーを企画したということです。ぜひですね、エンドユーザー様からのサポート収容に対する対策という要件に対して適切に対応をしていただければなというふうに思っております。で、実際の移行の流れとしては Azure Migrate を使ってアセスメントをして、Azure データベースマイグレーションや a z u r e サイトリカバリーを使って移行をするという流れになるんですけども、今日はこの部分、Azure Migrate や a z u r e データベースマイグレーションサービス、それから a z u r e サイトリカバリーについてはほとんど扱いませんで。それよりは最適化であるとかですね、あるいはセキュリティと運用管理、こういった側面ですね、Azure のどのサービスに 既存のオンプレミスのサービスを持っていくのかという基礎知識をつけていただきたいというのが今日のメインになりますそれからですね SQL サーバーの移行であってもやはりインフラの話が多いというお話をしましたでこのインフラストラクチャーをどう実装するのかオンプレミスのインフラストラクチャーをどうクラウドに実装するのかというのは非常に難しいというかですね問題になってきますので 非常に複雑な問題になってきますので、こちらに関しては、マイクロソフトがベストプラクティスを提供しています。このベストプラクティスのことを、マイクロソフトクラウドアダプションフレームワークというふうに呼んでいますで。ベストプラクティスには、移行の戦略を策定する。で既存の環境を検出して評価する。でそして計画を立てるで。そして実際にその移行先の クラウド側の準備をする。で、準備されたクラウドのインフラストラクチャーの上に実際の移行を実行する。で、この中でですね、ガバナンスや運用管理の最適化を行っていく。で、これを繰り返していくということになります。この全体のベストプラクティスをクラウドアダプションフレームワークというふうに呼んでいます。で、実際、クラウドアダプションフレームワークの トレーニングというのをですね昨年の秋口からパートナーの皆様に提供していますでかつですねこのパートナーの皆様に提供したクラウドアダプションフレームワークを使っていただいてで各フェーズにおけるサービスというのを準備いただいていますでこちらですねサービスのウェブサイトになりますクラウド移行にあたってサーバーの棚卸であるとか移行のコンサルティングであるとか ファイルサーバーの移行であるとか、いろんなサービスを提供いただいております。これずっとスクロールしていきますけども、実際このウェブサイトが外向きに公開されておりまして、お客様ですね、エンドユーザー様にご提供をいただいているというものになります。まあ、非常にたくさんのサービスをパートナーの皆さんに提供をいただいています。今日ご参加のパートナーの皆様にもですね、基礎知識をつけていただいて、 こういった形でですね、エンドユーザーさんにサービスを提供いただければというふうに考えております。こういったサービスを作っていただくというのが、今日このセミナーを準備している理由だということ、ぜひ押さえておいていただければと思います。でですね、Azure Migration and Modernization Program というのを提供しています。こちらはですね、先ほどのクラウドアダプションフレームワークのようなベストプラクティス。 それからパートナーの皆さんからのサービスでそれに対するですね支援金ですねファンドを提供するようなプログラムになっておりますで実際日本のパートナー様にもこちら提供をいただいておりますぜひで,ですねこちらのパートナープログラムにもご参加いただけるようにと思っておりますただですねこちらの Azure Migration and Modernization プログラムを提供できるパートナーさんっていうのは Azure のスペシャライズドパーートナーになっていただく必要があります。結構これハードルが高くなっていますけどもぜひこちらの方を目指して学習をしていただいてかつお客様に提供いただけるソリューションをご準備いただければというふうに思っておりますその第一歩がですね今日のオンラインセミナーになるということを覚えておいていただければと思いますでこちらからはですね アジュールマイグレーションモダナイゼーションプログラムに参加いただけるようにそこを目指してですねエンジニアの皆さんには学習をしていただきたいということで学習用リソースを紹介していきたいと思いますまずはクラウドアダプションフレームワーク4 azure というものさっき言ったベストプラクティスの部分ですねそれから今日は全然扱いませんけども実際 SQL サーバーの移行に伴って Windows サーバーとその上で動く .NET のアプリのモダナイズ まあ、移行こうということをやっていただく必要がありますけども、その辺のリソース。それから今日の本題である SQL Server オンプレミスのワークロードを Azure へ移行するための学習用リソース。それから、私の所属するパートナー事業本部のクラウドソリューションアーキテクトのチームが準備している学習用の YouTube 動画についてご紹介をしていきたいと思います。で、まずはクラウドアダプションフレームワークです。 こちらですね、Microsoft Learn の方に準備されているクラウドアダプションフレームワークのドキュメントがあります。で、それからですね、ドキュメントサイトの中にですね、Microsoft クラウド導入フレームワークというところがあります。こちら、ぜひですね、読み物になっていますけども、読んでいただければと思います。ちょっと中身見てみましょうかね。で、こちらにはですね、ツールとテンプレートとあるように、 単なる読み物ではなくて、実際に使えるテンプレートが用意されています。こちらにですね、実際に移行に使えるテンプレートが用意されています。で、ここからですね、移行先の Azure のインフラを整えるということができるようになっています。あとですね、この今紹介した キャフのドキュメントそのものはですね、非常に膨大な量がありますので、この Microsoft n の方の読み物ですね、こちらの方は50分ほどでクラウド導入フレームワークの概要が分かるような内容になっていますので、まずはこちらのですね、Microsoft n の読み物の方を読んでいただいて、必要に応じて細かくこちらのドキュメントを確認いただければと思います。 でそれからですね、ドキュメントを読むのが面倒だということであればですね、動画を用意しています。こちらに関してはですね、2021年の6月にパートナーの皆様向けに実施したクラウドアダプションフレームワークのセミナーの内容がすべて公開されていますで。こちらもクリックいただくとですね、申し込みサイトに飛んでいきます。で 細かく分かれています。6つですね。6つの動画に分かれています。で、こちらの方ですね。ぜひ見ていただければと思います。ストラテジーを作るところ、プランニングするところ、で、ランディングゾーンと呼ばれるようなインフラを整えるところ、そこに対して実際にアダプト、移行を行うところ、で、ガバナンスと運用管理のところという形で6つに分かれています。 こちらですね先ほどちょっとお見せしたですねこちらですねこちらの戦略定義計画準備適用ガバナンスと運用管理という流れに沿って動画が構成されています全体概要から始まって戦略計画プランですねそれからえ準備 インフラの準備ですね。それから実際の移行。で、その後、ガバナンスと管理という流れになっています。こちらもぜひご確認をいただければと思います。で、あとですね、インフラの整備。それからですね、今日は SQL の移行というお話をするんですけども、あとですね、ドットネットのアプリケーション、i IS のアプリケーションの移行というのも必要かと思います。こちらについてはですね、 こちらもまず読み物ですね。こういった目次立てで読み物を用意しています。クラウドアダプションフレームワークから始まって、ドットネットのアプリケーション、I、IS のアプリケーションの移行のやり方、それから Azure 側の Azure モニター、あとバックアップの方法なんかを読み物で準備をしています。で、こちらに相当する この読み物に相当する動画の方も用意しています。こちらの方もぜひご活用いただければと思います。それぞれリンクをクリックしていただければと思います。で、それからですね、Microsoft n ですね。この Microsoft n のこちら、リンククリックしていただくと、データエンジニアに向けた Microsoft n のコンテンツというものが出てきます。で、今日の内容としてはですね、今日の内容としては、 SQL の移行ですね。SQL の移行。こちら。SQL ワークロードを Azure に移行するというラーニングパスがあります。こちらの方にですね、オンプレミスの SQL サーバーを Azure に移行する場合の詳しい学習コンテンツが提供されております。こちら、ぜひご活用くださいと。今日の内容と重複する部分って実はそれほど多くありません。今日はこちらの内容に対する入り口部分になるというふうに考えていただければと思います。 で最後がですね、最後がこちら。我々が準備した、我々と言っているのは、パートナー事業本部のクラウドソリューションアーキテクトが準備した30分程度のブリーフィングですね、技術動画になります。こちらもですね、リンク、ちょっと見にくいですけども、用意させていただいております。 今、こちらのスライドの画面ショットを撮った時は、4170人のチャンネル登録者数だったんですけども、今は5000人を超えております。こちら、YouTube 動画になります。でこちらもですね、ぜひ見ていただければと思います。で今日再放送する Azure SQL のセキュリティであるとか、アジュールブロブストレージの内容であるとかですね、そういったものもですね、こちらの方に動画として既に公開されております。今日の動画もですね、できるだけ早い時期にですね、公開をしたいなというふうに思っております。で一つですね、非常に見られている動画があるので、紹介をしておきたいと思います。でこちらですね、 最低限知っておきたい Azure Active Directory の基礎知識という動画がですね、宣伝あんまりしてないんですけども、すでに1000人以上の方に見ていただいております。で、インフラの今日の紹介の中に入れたかったんですけども、ちょっとまあ時間の都合で入れることができませんでした。で、今日再放送する Azure Blob Storage の概要というのも人気のある動画でして、こちらもすでに420回再生はされております。 ぜひですね、こちらのブリーフィングの動画も参考にしていただければと思います。で、その他ですね、データサービスに関する参考になる動画っていうのを一覧にしております。今日扱っていませんけども、移行の際に有用な Azure Database Migration Service に関する紹介であるとか、あるいはデータガバナンスの Azure Power View に関する動画とかですね、まあ、いろんなものを用意されていますので、ぜひお時間のある時に見ていただきたいなというふうに思います。 はいで。もう一度ですね、本日の内容を見ておきたいと思います。今はこの9時半から10時というところですね、初めにというところでお話をしております。で、このあとですね、30分のテクニカルブリーフィング、事前録画済み動画の配信、それから10分間の Q&A。で、Q&A は、 音声で回答するのは最後の10分なんですけども、事前録画済み動画を配信していますので、動画の配信中も QA チャットからご質問を受け付けております。ぜひ QA チャットの方にですね、ご質問を入れていただければと思います。それからですね、QA だけではなくて、 感想なんかも入れていただくと非常にありがたいな。インタラクティビ性があった方がいいと思いますので、ぜひそちらの方、QA チャットの方をご活用いただければと思います。で、この40分の一つのブリーフィングの後、5分間の休,休憩、そしてその後ですね、また40分間のブリーフィングというのを繰り返していくという形になります。この後、9本のブリーフィングを配信します。で、それからですね、SQL に関する動画は、 こちらですね。前半の方に集中しています。1から4が SQL に関する動画になっています。で、その後後半がですね、インフラストラクチャーに関する動画になっています。繰り返しになりますが、オンプレミスの SQL からクラウドへの移行ということになったときはですね、SQL そのもののご質問と同じぐらい もしくはそれより多いぐらいの量でインフラに関するご質問をいただきますので、Azure のインフラに関する動画を半分用意しております。それからですね、こちらも繰り返しになりますけども、今日の動画の中には以前配信したものがあります。具体的には4つ目の Azure SQL と Synapse w o r k s ース,ースのセキュリティというのは2021年の3月に配信しています。それから、 アジュールネットワーキング概要というのは2020年の12月7日に配信しています。それから、アジュールブロブストレージ概要とデータ移動共有サービスという動画に関しては2020年の12月8日に配信しております。で、このあたりもう見たことあるよということであれば、ここはですね、別の作業の時間に当てていただければと思います。あと、もう1セッションですね。 この7番の最低限知っておきたい Azure モニターの基礎知識というセッションは2019年の7月にフェイストゥーフェイス、まあ、物理的に行ったイベントでお話した内容の焼き直しになっています。ちょっと2年前のセッションなのでもう覚えてる方いないとは思うんですけどももしかしたらですね過去に見たことあるよという内容になるかもしれません。こちらもご注意をください。 で今日、こちらですね、30分の動画になっていますが、それぞれ独立してご参照いただけるようにしておりますので、興味のないものがあればですね、そちらはスキップしていただいても結構です。まあ、一日ぶっ通しで聞いていただいてももちろん結構なんですけども、かなり疲れると思いますので、まあ、適度に休憩を入れながらお付き合いをいただければというふうに思います。少し、 一つ目の、初めにのセッション、早めに終わりそうです。えっと、この後少し休憩を挟んで、10時から一つ目のセッション、オンプレ SQL サーバーから Azure SQL への移行メリットのお話、始めたいと思います。で、こちらの方はですね、技術的なお話というよりは、ライセンス上のメリットのお話が中心になってきます。はい。ではですね、 ちょっとこちらの準備の時間も必要ですので少し皆さん10時までお待ちいただければと思います。ご休憩をいただければと思います。10時になりましたらまた端末の前にお集まりいただければ幸いです。よろしくお願いします。